ああ、釣れん。マジで釣れん。潮が全然やもんな。はい、ということで、現在ですね、7時半になったところでございます。もう沖からね、こうグーってこう当ててくる潮でね、こう今グーっとこっちに押されてる感じですね。はい、まあ、さっきからちょっと押してるなと思ったら、もう一気にガーッと来まして、もう仕掛けも今こっちの方か、ちょうど真正面ぐらいの下に沈んでます。もうね、なんかこの潮になってもう全くダメかな。3匹釣れてからもう全くさっぱりですね。餌も取られない。もう真下に入れたら蝶々魚って言ったかな、あれがまあ食うかなっていうぐらいで、基本的にも全くダメでございます。うわー、もうこの茶色やわっていう自体があんま好きじゃない。めちゃめちゃ右に流れてるわ。ということで、もう今7時半なんでね、もう休憩しようかなと思います。もう見ての通りね、こう泡がね、ぐおーって入ってるんで、ね、はい、ということでございます。はい、というわけで今ね、もう潮がガン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 やっぱそのまま押してきて、なんとか投げたんですよ。で、そこの前にあるさらしにもね、ちょっと投げたんだけど、なんも反応ない。なんも反応ないし、なんて言うんだろう、餌も取られないですよ。かじられもしないみたいな、なんていうのかな、わかりやすく言うと生体反応がないっていうレベルで、みたいな。真下に落としても、なんだか蝶魚っていうか、あのちょっと黄色いやつ、なんだったっけあれが食うかどうか、食わなかった餌丸残りって書いてます。真下でね、足元で、そういう状況です。潮が悪いんかな、なんかもうあるかーって当ててきて、やりづらいですね。ずっと当てっぱなしなんで。あ、というわけで、さっきの動画からあんま立ってないんですけど、7時43分ですね。で、朝ごはんでも食べようと思います。そういうのが一番でしょう。はい、ということで今日買ってきたのはこちら、レタス巻きですね。約400円ぐらいからの半額となっております。はい、出したばっかりなんでね、あの冷え冷えですよ。はい、そしてね、最近あのもう熱中症になるんですよ。手足がつるというか、血移りのテトラで3、4時間とかでまだいいんだけど、さっきもね、ちっちゃいやつを飲みながらなんですけども、今日はね、これ買ってきてます。蛍光水っていうのかな、はい、NID という、まあ共同開発品って書いてあるんですけど、これがね、安かったんですよ。だからちょっとこれ買ってきました。これ100円なんですよ。100円、普通の水って感じだな。というわけで、レタス巻きでも食べながらCOTA さんの釣りを見て、ぼーっとしたいと思います。はい。というわけで、このレタス巻きね、ちょっと醤油欲しいんだけどね。まあでもうまいんですよ、このレタス巻き。このレタス巻きで何がいいかっていうと、このカニカマがでかい。そう、具材がでかいんでね、すごく美味しいですよ。はい、いただきます。うまっ。今ね、ちょっと潮が変わりつつありましてですね、やっとですよ。で、これね、この黄色い泡というか、ゴミの下、これ見えてるかな、なんか茶色いのがさ、うじゃうじゃいないですか、ここの下とか。カメラで映ってるか分かんないけど、この辺ね、茶色いうじゃうじゃがめちゃめちゃ色ない。何なのかというと、あの茶色いクラゲのもう赤ちゃんですよ。1センチぐらいかな、体長。それがね、多分ここら辺よーく見ると見えると思うんですけど、茶色いやつだね、もう山やばいぐらいいますねこれはもうすごい。最初なんかと思ったら生きてるんですよね、なんか動いてる。クラゲですよ、クラゲ。あの茶色い、たまに見るんですけど、白いやつですよね、茶色いクラゲのやつが。まあうじゃうじゃと言いまして、はい、もう状況的にこんな感じです。ちょっと動き出したんで、もしかしたら釣れるかもしれないけど、現状まあ難しそうですよね。もう全然ね、潮が流れてないですよ。全然流れてない。今ちょっと動き出したかなっていう程度。で、もう全然動いてないんで、餌も取られない。真下に、こう真下落としても餌取られないんで。でも当ててくるんで、潮が。もう、あんまり入れれないんですよ。引っかかっちゃうんでした。そんな感じで。
ほぼほぼ動いてない。もう微妙にやってちょっとこう沖に行ってるのかなって感じ。今ねやっと、やっと動き出したって感じですね。少し相当厳しい状況が続いております。おお切れた。切れた今のは。ものすごい赤いよ。よそ見しょった。こんな反応ねえかな。全然残っちゃう。なんかもう釣れん気がしますね。どこが空いてるかわからないですけど。そうですね。どうしましょう。もう任せますけどね。これ頑張ろうか。これ頑張ってみます。これ頑張る。はい、帰り今日4時半でいいな。あ、いいですよね。はい、はいはい。次回どこでリベンジしますか。今度はまた飛鹿島、それから岩本、飛鹿島に釣れんかったけど、飛鹿島がいいからやっぱ思う。そんなに釣れないとは。さっきの船も足中に上げた人があんまり釣れてないとかいいですか。なんか言ってましたね、足中がなんとかっつって。なんか、はい、こんなに強い流れが悪い。足中で釣れねえったらダメやろみたいな。ハンコもろ潮当たりますからね。はい、というわけで、現在9時50分でございます。さっきね見回り便が来たんですけども、なんかあんまりどこも潮流れてないなみたいな船長がね話してたんで、おそらく今日は全体的に多分潮が流れない。いや流れてないんですよマジで。ここもここの場所も結構ね、なんていうの、深島の中でもちょっと離れにある潮なんですよ。そんなに悪い場所でもないんですよ。そんなにね、まあめちゃくちゃいいかって言われたらそうでもないけど、悪いかって言ったら悪いわけでもないっていうところなんですよここって。だからね、それでも潮が流れない。潮の流れ的にはね。全然、ね、そこの松梅か。松梅の向こうは水道になって、こっちは水道、あっちは水道なのかな。一応流れてはいるけどね。全然、もう、ぴたりと止まってるって感じ。わかりやすく。まあ、厳密に言うと少しね、こう、当て潮になったり、少し左流れたり、少し右流れたり、なんかコロコロは変わってるぐらいは、ちょこちょこ流れるのよ。でも、もう全然流れない。基本的に。で、コロ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 変わる。沖の方は、さっき見た限り、こう、さっきゴミが流れてる。結構こう、塊というか、多分潮の、なんかこう、流れのか、なんか変わり目というか、あれで、なんか木屑じゃないけど、なんか流れてたら見えたのよ。なんかこう、茶色っぽいある。この辺がゴミが流れてて、こう流れてんのかなと思いきや、こっからね、沖の方に行ってましたね。わかりやすく言うと。でも見えなくなっちゃったんだよ、さっき。でさっき泡もあったんだけど、泡は右行ったのかな、沖行ったのかな。だからこう流れてると思うんですよ。でもこの手前は、まあ普通ならね、こう払い出されてね、行く潮がいいと思うんですけど、今のところ流れてないですね。まあそこら辺はちょっと出た後鳴り出したんで、もしかしたらちょっとこう、今もしかしたら変わるのかなとか、まあ行った感じです。まあとはいえ、
とりあえず全然流れてない。餌も取られないですよ。真下に落として時々ね、ブダイとかちょうちん魚じゃないけど、なんか黄色っぽいなんか熱帯魚みたいなやつがちらちら見えるぐらい。あとキビナゴかな。手前に巻くとキビナゴはちょっとパシャパシャパシャって巻くぐらいですね。以上もう動かないんだよ。真下ですよ。足元に落として、このね、水温高い時期に、高いっていうか、まあ活性が良くなる時期に真下に落として何も食わないんですよ。まあ、たまに触られてるかなみたいな。だからまあそういうキビナゴとかもちょっとつつくんで、まあ、それがつついてるのかなとか、もうそんな感じです。もうちょっとじゃ投げるじゃないですか、竿先ぐらいと。もうそれでもう何も餌が丸々残ってみたいな感じで変えてきますね。でそこもね、さらしがあるんですよ。バーってさらし、あそこも流すんですけど、何にも説明した方が悪いか。こうさらしが出てるね、こうね。で、当て状だからこう来てるでしょ。だからこう、これをちょっと何回も狙ったけど、何にも変化がないというか、餌取りも一切ないっていう感じです。今日は非常に厳しいというか、まあ、ここだけじゃないみたいですけどね。さっき松葉の、船も迎えに来て、なんかマイクで言ってたんですよ。黒何枚か出たみたいな。足中もダメやったけんなみたいな。なんか、もうマイクで言ってたんで、聞こえたんで、足中もダメかみたいな。潮動かんけんなじゃないけど、釣れんけんなじゃないけど、そんなこと言ってたんですよ。だからここ何枚か出たみたいなこと言ってましたけど、なんか、1枚釣れたの見ましたね、朝から。それだけです。それだけ。あと1枚も釣れてなかったです。そんな状況で。まあ、背代わりもどの道せずね、もう、なんか全体的に厳しいらしいんで。で、しかも今日お客さん多いんですよ。上がるとこがないぐらい結構いるんでね。まあ、なんだかんだで、じゃあここにいましょうかという。道具を下ろすの大変ですからね。結構高台、ね、知ってる方は分かると思うんですけど、結構高台まで上がってきてるんで、で結構潮引いたんで、もう下に降りるまで大変ですから、まあ、極力はしたくないなっていう気持ちはあるんですよ。かつ、まあ、移動して釣れればいいんですけどね。潮はもう全体的に流れてないということで、まあ、結構ここに居座っております。はい。というわけで、まあ、疲れたんで、とりあえず休憩して、休憩したいと思います。